はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コインでございます。今日もスカーレットネクサス続きからやっていきたいと思います。で、フェーズ7ですかね、始まってます。で、とりあえずですね、旧海抜群病院、こちらに行って、友達のね、誰だっけ、名前ソラだかなんだか、空気を操るね、主人公の親友ポジニータ、ちょっと記憶操作されちゃったね、あの人の記憶をね、取りに行くということになってます。あの人の記憶がなんかね、鍵を握っているということでね、ナオミちゃんが怪に変身しちゃったと思うんですけど、その映像を全国民に流そうみたいな方向に話はなってます。というわけで早速はい、行ってみたいと思います。旧海抜群病院ですね。で、旧病棟と、はい、閉じます。はい、というわけで到着しましたけど、いきなりブレインメッセージ来てるね。見ていきましょう。報告を受けたい。これ行ったあれ、これ見た気がしたけど、お前か。あの時セイラー側のものが侵入してきたんじゃないだろうか。おー、ほう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 。偶然会員された？まあ怪しいね。よし、とりあえず二人とも行こうか。近くに物資反応を見つけた。あるね。おい、いたな、そういう敵。あ、インターセプト。いつもインターセプト間に合わないよね。はいはいはい。よいしょ。はいはい。いった。コイン。前、ラギを探しに来た時は記憶データを保管していそうな場所なんてなかった。俺がやる。そうだよね。あるとすれば、建物のもっと奥深いところだろうな。簡単には入れないような場所のはずだ。簡単に入れそうで、ナギ君か。名前を全く覚えてなかったわ。前回来た時に入れなかった場所って確かあったよね。どこだか忘れちゃったけどさ。とりあえず目的地示してくれてから非常に助かる。いるだろう。私の投資能力使えるよ、シート。姿は消えてるが、まだ怪異はそこにいるぞ。殺すを使えば楽に探せるはずだ。よいしょ、誰？はい。一気に攻めるんだ。はいはいはい。アリスタサンタの効果を勝て。一気に攻めろ。どこへ行く？私の力。動いてる。なんだよ。ブロックが邪魔じゃ。はいはい。アリスタサンタ任せたよ。よいしょ。オッケーオッケー。はーい。ここに行くと。オッケーオッケー。次だ。あ、行った？よしよしよし。敵が珍しいものを落としたみたいだ。やったね。アイテム回収して、次のとこ行こう。取れなかった。いやでもやっぱこの体力の自動回復地味に役立つな。回復アイテム使わないといけなかったところ、使わなくても余裕なわけですからね。あ都合よく何かの適当データが拾ったぞこれ。被験体派13号はの危機を本日をもって終了とする。10年前の実験を聞かれなかった。あー、派13号いろは、いって、どうなんだ？まあ、いっか。特別扱い。こんな大事そうなの
ここ落としとくなんてバカなやつだな。バカなやつだよ。一応行こう。ユイト、警備システムは吹雪連隊長のプログラムで撹乱できる。安心して進んでくれ。了解。オッケーオッケー。とりあえず道なりに進んでいくしかないね。コツを教えましょうか。お願いします。あ、危ない危ない。はい、敵の動きよく見て。おいっしょ。はいはい、はーい、よいしょ。はいはい、とりあえず数を減らすの目的。いけるぞ。え、これなんだ。油か。回しとこう。はい、やります。今の一撃は見事でしたね。協力してくれ。そのまま攻撃すれば外角を壊せそうだぞ。よいしょ、オッケー。油いっちゃおう。あー、そうだ、超厄介なんだよなこいつ。あーあー、しびれてしびれて。マジ油断してるわ。マジ、あぶ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 、死ぬかもしれない。ちょっとさ、ゲンマさんさ、どうなってる。はい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 、はい、マジで回避が間に合わない。全然回避が間に合わない。間に合いましたね。いや、間に合ってねえんだわ。間に合ってねえんだわ。油まみれだ。火をつけたら燃やせそうだな。カスナフティ、カスナフティ。私の力使える。一匹も敵減ってねえじゃねえかよ。何やってたんだよ味方の人たちを。頼むぜ。あ、アサルトビジョン。オッケーオッケー、応答しよう。やっちゃうから、僕がやっちゃうからさ。今のはさすが。ん、持てないね。ここにそう。敵の動きよく見て。いや、マジでさ、二人とも何やってるん。仕事サボんないでよ。見えない敵には攻撃できないってことなのかな。よくわからんね君たち。仕事だからちゃんと戦っていただきたいところなんですけど。で、どこ行けばいいのこれ。今どこにいる。ルカ頼む。で、これが2つ目か。敵想定と2つ目。
健康状態は病弱な体質。いやもうこれ、これゆいとくんなんじゃねえの。力を貸してくれ。雰囲気的にさ、まあそういうこともあるでしょう。あ、アイテムある。回収。あ、どうもセーブさせてください。OK、セーブした。こちらには何もない。何もない、ガチで何もない。よし、進む先はこっちで合ってるんよね。いや遠いな結構。また戦闘あんだろこれ。油みたいなものをかけてきやがった。早くやるぞ、ベストベトになるぞ。ちょ、よし、どうぞ。ゆいた、瞬間移動。あっ、違うって、お前じゃないって。違うのマジで。よし、これ着火すると体力削られるからな。こいつすげえな。この辺のゴミ倒すとか。邪魔、マジ邪魔。ふざけんな。数を減らす。よいしょ。これぐるぐるだよね。あ、違う。終わりじゃないぞ。あ、あれだね。はい。よいしょ。行ったか。よし。はい、終わらせます。やったか。瞬間移動してのやつがちょっとできなかったな。あ？え？何？何？めちゃくちゃいるじゃん。やけどさせよう。いやマジで回避行動を取れ。本当だ、追いつか。あ、行きます。あ、2匹も。あ、同時にできるんだ。へえ。はい。よいしょっと。次だ。敵の動きよく見て。はい。さっと。もう終わってください。めんどくさい。よいしょ。狙える。いけるよ。ふう。これでいい？敵多すぎだわ。教えましょうか。物資反応は近いね。取りに行く。アイテム欲しいよ。大回復ありがたい。どうぞユイタ。ありがとう。終わりかな。ユイタはちっちゃい頃この病院に入院してたんだから、建物の構造に詳しかったりしないの？そのはずなんだけど全然覚えてないんだよな。まだ小さかったせいかな。いや、お薬やられちゃってんじゃないのこれ。お薬だいぶ操作されちゃってるんでしょ、頭の中。あ、オレンジのやつある。さて次はなんだ。いいやん、先に取らせてくれても。ゲストがとどめさせてくれた。どういたしまして。
で、よし。はいはい、次は？歯13号。終了手続きに回した被検体。薬価ごとに反転しても、これ、この再審させるわけにいかないので、規定の手順に従って、強制措置に回す。歯13号。これはあれなのかな、ユイトと重ねってことなのかな、どっちがどっちだか分からんけど。私の力使う？こいつで。よし。はい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 、よいしょよいしょ、2人だけなら全然余裕なんだけどね。はいはい、よろしく任せろ。やったか、まだいる？ん？この辺に、あれ？この辺に今いなかった？せいか。力を貸してくれ。よし。なんか入ってアイテムを回収させていただきます。あ、これか。母親にメソメソと泣きついている。それほど優れているとは言えない。成功の可能性もあるが、成功したとしても思うような成果をやる。何の実験してんだろうなこれな。ルカ頼む。よし、じゃあ中に入ってか。病院複雑だなこの作りがよ。さて敵か、また敵か。あれ、いないか。 いるよね。あ、ほらほら、絶対いると思った、絶対いると思った。いないわけはないもん。やるしかない。ん、ほいほいほい、やるしかない。で、よし、もう来た。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。お願いユイト。はい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 、はいはい、よしよしよし、いよいよ、はい、数減らそう。はい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 、あれ、いつの間に私火まとった。はい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 、ビルツー、おお、こいつもうしまい。うう、やっと火片付けたわ。次だ、見事な連撃です。誰、連れていくぞ。だけ、はいはいはい、行きまーす。壊れた、壊れてない。外角張って。協力してくれ。やけどしないでね。あ、違う違う、解除したかったね、火を。このままぶっ壊せ。よし、攻めよう攻めよう、ここで。ここ攻め時でしょう。はいはいはい。よし。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。はい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 。よし、オッケー。じゃあ、あと一人。よく見て。まだだ。マジで。やっぱりこれあれだな。敵が見えないときは仲間のやつは攻撃一切しないんだ。攻撃してもいいと思うんだけど、適当にブンブンしてもいいんやで。適当にブンブン振り回してもいいんだよみんな。そんな遠慮しないで。なん、味方の人もさ、君ら適当にブンブン振り回していいんだよ。ちょっと。ちょっと、よしよし、遊んでないで来なさいよ、ちゃんと。雰囲気的にこの辺りでボスっぽい気がするんだよな。うーん。おお、お、こんにちは。どこだ？はいはい。私の力使う？見つけた。
はい、終わり。狙えるぞ。ん？あ、この奥はなんだ、別なのか。いや、これ奥行っとくか。行くか。あの、あいつ嫌いなんだよな。あれ嫌いなんですわ。そうそう、今体感してる、今体感してる。そのまま攻撃すれば外角を壊せそうだぞ。見えてたから。さすがだな、つぐみ。よいしょ。結構こんな走ったんだね、今更だけど。勝って投げてくれ。まだ壊れない。よいしょ、よし、いった。やっとだよ。はいはい、攻撃を上げつつ、よし。よいしょ、痛い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 。よし、お疲れ。だ、体力回復してからにしよう。あ、そのこっち行くか。こっちのアイテムひょっちゃうよ。あ、壊してよ先に。よし、敵の動き、よく見える。どこどこどこ、痛い痛い。はいはいはい。頭にラフレーシャー搭載してるかな。こっち線だから多分。こいつ多分すげえ匂うと思うんだよね。頭にハエとか飼ってないっすか。殴れ殴れ、目の前にいるんだから殴りましょう。はい、終わり。じゃあ反対側、反対側、体力回復してからな。ちょ、反応しとるやん。ちょっと体力自動回復させて、全然超えればいいかな。ダメだ、もう。借りるよ、つぐみ。テンボ途中で解除する方法ないのかね。よいしょ、はいはい、よいしょ。はい、俺がやる。しまいです。やべ、何もねえ。何もねえよ。力を貸してくれ。引っかかっちゃった、引っかかちゃった。よし、仕方ない。じゃあ、このまま上に行くか。あ、ここの奥か。ん？あ、あったあったあった。あ、危ねえ。これ取り逃すのは良くないな。これは良くない。は13号の強制完了したものの経過が芳しくない。これや退院させるのは難しい状況だ。閉鎖病棟室のある風呂へ移されたが、日がない一日壁に向かって文字を書いているらしい。会話も成立していないこと。処分対象になる。あれ、なんかすごいあれだよね。壁にめちゃくちゃ文字が書いてあった部屋あったね、そういえばね。閉じ込められた子が書いたやつなのか、あれは。なるほど。よし、じゃあ行こう。誰なんだろう。待て、近くに物資反応がある。 100% どうする。あれなんだよな、主人公のどっちかなんだよな。あれ、んこの先、どこにあるの。物資反応、物資反応。え、
あ、当たった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 、よかった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 。さてそろそろ近そうだね。ぐーっと回ってセーブしてボスか。あ、広いとこだしボスだねこれね。さて戦闘もあと何回あるか。僕の超能力、うん、それは見てわかる。ペコを使えば行き止まりみたいでしょ、こっち行くか先に。ユイト、私の力使う。いやいや、超能力使ってせっかくなんだから。一気に攻めるんだ。はいはいはい、はい、なんかこいつ叩くね。はい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 、お願いします。おしまい。強い。あ、俺たちいい感じだな。え、あれどうやって取りに行く。あれどうやって取りに行く。あ、いけないわ。まあ、いや、とりあえずこれ回収しよう。ほいっしょっと。で、戻るか。ルカ頼む。はい、見合わす。ほいっしょっと。いないか。あ、いるわ。倒れたぞ。一気に攻めるんだ。はい。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベッドベドになるぞ。違う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 。なんだよ。違う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 んじゃ。君と戦いたいんじゃないんだよ。違う違う。もうもう。なんかターゲットがすげえ使いづらいな。よいしょ、よいしょ、負けていった。とりあえず一匹減らして、どこ行ったどこ行った。違う違う違う、なんでそうやって変な変なとこをよさーやるかな。はいはいはい、ターゲットあんまり良くないな。私が使い返せないだけなんだろうけど。畳みかけるぞ。今の一撃は見事でしたね。力を貸してくれ。よいしょ、よいしょ、弱点発見。おい、はい、おしまい。ふう、行くか、奥へ。怪異が透明化した。でも協力してくれ。私にも見えて。どこ行った、どこ行った。特殊を使ってみて。よし、どれ、オッケー。はいはい、よいしょよいしょ、はいはいはい、よいしょ、はい、オッケー、終わり。ふぅ、やったか。よし、いい攻撃だったぞ。どうしたんだ。油まみれにされるとは。油断したか。よしよし、ナイス。はい、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 こいつ行こう。なんだ、油か。油まみれの相手には、はっか、はっか。はい、はっか、任せるね。
よし、オッケー。協力してくれ。いやー、ちょっとこいつ。はい、よいしょ。よいしょ。はい。はい。よいしょ。マジ攻めすぎなのかな。油断してる。ボタンポチポチしちゃうな、どうしても。あん、どこ行った。結構あれだな、これなんちゃらアクション入るの、なんだっけ、あの仲間が助けてくれるやつ。この先にもまたあのオレンジ色のあれがあるのかな。どうぞユイタ。ありがとう。 あったあった。は、13号やられた、やられた。生きたまま食われるのとどちらがマシだったか考えたくもない。生きしている場合だな。貴重な実験サンプルが後ろに避けたいが、警報に気づいてない場合逃げられる懸念がある。ん、なんかヤバそうな敵がいるってことか。そういうことはね。コツを教えましょうか。アイテム飛ばして。あ、何、ちょっと待って、こっちの先もまだあるぞ。え、そこどうやっていくん。これ来る途中だったじゃん。あ、違うか。え、どっちから来たんだっけ。あ、来る途中だ。全然気がつかなかった。あ、もう回収してこないとあれ。ちょっと戻るよ。みんな戻るよ。早く調べて。何や、なんだよ、剣振るな。ゆいとくんもここか。ちょっと誰だ、ゲンマか。ゲンマか、そっち外から押してきてんの。まずは一歩前進。最終的に発言。さ、09号。まあ分からんな。なんかいろいろあるってことなんでしょうな。よいしょ。よし。どこそ行こう。何。ああ、戻ってきたのか。戻ってきたんだな。うわ、敵出るよ、出るよね、やっぱり。はいはいはい。よいしょ。あ、ごめん、透明のやつもいんのか。あー、やっぱちょっとダメだな。違う、せっかく投資使ってるのに全然見え。よし。お前投資終わっちゃったじゃん。前なんじゃ、まずは。数を減らすんだ、僕は。他の二人はそいつ頼むよ。マジで。よし、終わり。数を減らす。よいしょ。オッケー。
んだよ、まだだ。オッケーオッケー、まだまだ連打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 、はいはい、よし、オッケー、やったぜ、はい、よっさっと、オッケー、うん、まだ終わってない、来い、覚悟を決める、うん、いや、早く瞬間移動頼むよ、よし、倒れたぞ、一気に攻めるんだ、はい、はい、うわー、リット精神統一だ、あ、まだいんの、私の力使うか、パス多いんじゃ、君ら、燃えちゃいなさい、はい、終わり、もう一体、ありがとう、ナイスの前から知ってたけどさ、おい、ショット終わり、まだある、まだあんのか、よし、弱点発見、いやいや、きついな、よいしょ、外角に当たった、攻撃を集中すれば破壊できそうだと、はい、はい、回転攻撃がきついな、君、なんで何も飛ばしてちょっとさっきさ、数多いって、数多いって、きつい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 、めんどくせえな、やっちゃおう、めんどくさいからやっちゃおう、おいおい、やるやる、もうさっさと終わらせるこいつら、これで解除、もう解除しよう、よしよし、危ない危ない、あと一人だけだよね、よし、おいおい、他の二人やってくれ、やってくれ、頼りにしてんだからやってくれ、頼むよ頼むよ、終わり、さすがに終わりでしょ、よしよしよし、やっと終わった、長い戦闘、どれ見よう、よし、というわけで作業ビュー6、備忘録10、予報、うん、てか順番がめちゃくちゃだね、これ1、2、3がない、結構飛んでるな、ちょっと待って、あ、飛んでるな、まあいいか、あれは偶然かちょっと閉鎖されたはずだ、文章を保存し、音声入力終了。あ、終わっちゃった。10が最後ってことか。ん？ってなると、この壁の向こうにあったやつもあれか。近くに物資反応があるみたいだな。どうしよう、一回戻るか、もう一回、ちょっと待って、セーブさせて、で一回戻る、みんなちょっと待っててくれ、よし、アイテム、邪魔邪魔、
邪魔邪魔邪魔、よしよし、アイテム入手、アイテム入手、あーやっぱり抜けてた、これだ、いただきます。ハチね、はい、最終処分は決定。あー、しがらみが多く厄介。病室にいない、全く母親もどこをふらついているのか。よし、というわけだ、戻ります。テレビ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 がいっぱいあるよ。というわけで帰ってきました。よし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 よ。でセーブしたら多分奥でボスだかイベントだか入るだろうな、間違いなく。さあ行こう。このテレビはな、あ、消えちゃった、テレビ消えちゃった。でこの先前回ボスだったんだよね。またボスじゃないこれ。あ、前回なんか天井に張り付くでかいやつだったよね。データが保管されてそうな場所はないな。というか研究設備らしいものも全然。おそらく地下施設だと思うのですが、1階には地下に降りられそうな通路はありませんでしたよね。しらみつぶしに探すしかあるまい。ナギがここで人格矯正を受けたのならデータもここにあるはずだ。本当かよ、もしかしたら移送されちゃってんじゃないの。あの後無事に逃げられたかな。俺はみんなに助けてもらったけど、ナギは一人で。相変わらずお優しいな、ユイト。お、なんか闇落ちしてるっぽくない、ナギ君。やっぱり戻ってきてくれたな。だって、あ、やべえ、なんか行かれちゃってるな。親友だもんな。ユイト、ナギはさらなる人格矯正を受けたようだ。この前会った時、ナギの人格が戻りかけてたから。人格矯正だ。矯正が必要なのは偉大なニューヒムカに逆らうお前らの方だろ。安心しろよユイト、お前の命だけは助けてやるように言われてるからな。ナギ君とやるのか、初めてじゃない。うん、いや強っ。強っ。ちょっと待って、あー、ゲームオーバーになっちゃった。もう、うん、知ってる。そんなのいい、そのチュートリアルはいらん。よし、さっそく行くぞ。第2ラウンドじゃ。近接。やめてくれナギ、お前とは戦いたくない。だったらおとなしく俺と来い。はいはい、もっとユイト以外は邪魔だしぶっ殺すって。どうすりゃユイト。ナギがここまでの戦闘能力を持っていたぞ。俺たちもサスを駆使して戦わねば歯が立たんぞ。いや、枯れてる。どうしよう、使って、ユイト。そうすれば、ナギの姿が見える。ナギ、人格矯正なんかに負けないで。あんなにユイトと仲良かったじゃない。はいはい、だからだよ、親友の俺が導いてやるんだ。ユイトの正しい道へだ。回す。かけられないの。ナイスナイス、いいよいいよ。あんな風に突然人格が変わるほど大勢起きてきた。もっと早く調査を始めるべきだった。そうしたらあなたが人格矯正を受けさせられていたはず。はい、今はナギを止めることに全力を尽くしましょう。まだ戦える。よいしょ、ルカ頼む。いや、相手、行け。精神統一だ。一旦下がれ。危なかったな。カエルよ、つぐみ。ナギの様子が変わった。どこか
これさ、正常化多分これで補給できるってことかな。ああ、食らっちゃった。逃がさねえからね、うろちょろしやがって。そうそう、うろちょろしちゃうんです。いきまーす。うんうん、だいぶさっきよりは戦い慣れてる感じですね。止まれてるぜ。ダメージ入った。油断したか。コツを教えましょうか。違う、あーこの風の渦の中に入り込んで攻撃できないでしょうか。よし、瞬間移動を使えば、はい、もしかしたら。やべやべ。どうしたの。いやいや、あの、ちょっと待ちろ、ちょっと待ちろ。超能力どうしたよ。念力でさ、力を貸してくれ。よいしょ、よいしょ。おっ、来た来た。来ねえ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 。皆さん回復しましょう。まだやれるよな。気を使わせてしまった。刻んでやる。いや、こいつ強えぞ。はい、ほい。油断したか。大丈夫か。はい、よいしょ、チャンス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 。よいしょ、よいしょ、いける、いける、いけるぞ、いけるぞ。よっしゃ、いった。ヘルツ終わりじゃない、かまん。これは何をやってるんだろう。これは何をやってるんだろう。何かデータでも送り込んでんのかな、相手の体の中に。開花する？もしかして。まだまだ終わりじゃないぜ。みんな。結構やばい武器だよね、これ今考えると。あ、また来た、発作。またか、ここで記憶が途切れたら。